坪谷や全首両昭和24年3月24日は、日本の出版人、編集者、政治家、号は水、水成。1862年、越後国南神原郡鴨もに生まれる、東京専門学校法護政治家在学中、博文館に入社。編集局長を経て1918年取締役、就任。 1895年には、雑誌、太陽の総刊にあたり初代主筆、編集主管として、これに従事した。政治家としては1901年以来7期にわたって、東京市会議員を務め、1907年会館の東京市立図書館建設に尽くした。1917年、大橋図書館館長。1918年、日本図書館協会会長。また、 青年時代の苦学経験から、郷里の新潟県鴨町に図書館建設を申請し、図書や金品を寄贈。1940年、鴨町立図書館の竣工が実現した。同図書館には、自筆日記や書館類等の壺や全資料関係資料が保存されている。1949年3月24日死去。去年88。養子のの妻、は、 白文館社長、大橋慎太郎の妻、須マ子の妹。また、養女の復帰は、大橋夫妻の逸尾、武雄の妻。ありがとうございます。